中級編として話そうと思ってたのが、頭の中のプログラムって言い方をしたり、インプットしたものを自分なりの何かを加工して出してるっていうことで。副商営業の極意中級編を撮ろうと思うけどさ、はい、半年くらい前に撮ったさ副商営業の極意の動画がさ案外回っとってさ、はあはあはあ、あれ3000くらい回って3000、2、3000は今目合わさなくてもよくて、 でも壁がない状態に近い距離でこう同じ方向向いて喋れてるっていうのがすごくいい。だからあの90度の角度で話してて、目が、まあ、あの合わせようと思えば合わせれるし、散らそうと思えば散らせれるっていう環境の中で話してるというのはとても良くて、で前回ここで喋っとったのがもう本当に多分コミュニケーション心理学でいうところの初期の初期編で、人間当たり前だけど何かをインプットしてアウトプットしてるというのは連続がコミュニケーションだから、何か目の前に起こっていることを見たり聞いたり感じたりすることでそれをインプットしてリアクションしているっていうのがコミュニケーションっていうふうに定義して、この前話したのっていうのはインプットの話じゃない、ね、相手がにインプットするのにどういう自分の姿をビジュアル的に見せたら、どういう声のトーンで喋ったら、どういうリズムで喋ったら、大きさで喋ったら相手の耳触りがいいだろうかっていうインプットにめがけてこちらが何かこう施しをするっていうのが前回の話、まあ、要は相手のインプットをそういういいイメージにするっていうのが本題の話だったんだけど、で中級編として話そうと思ってたのが、アウトプットするまでのにインプットしてすぐそれがアウトプットしてるわけじゃなくて、0コマ何秒頭の中で何かを考えてるわけやん、目の前に起こっていることに対してさ、咀嚼してる、そう咀嚼してる、その咀嚼の正体というか咀嚼を少し考えてみるコミュニケーションという切り口で、で頭の中のプログラムって言い方をしたり、頭の中のフィルターって言い方をしたり、あとは、フレームって言い方をしたりするかな、うん、まあ、何にしても何かこう網がかったものを通っていって、はい、インプットしたものを自分なりの何かを加工して出してるっていうことだよね。だからハッシーは犬を飼ってるから、犬が利用者さんの家に行って犬がやってきても、ああ可愛いって思うだろうけど、犬に噛まれた経験を持ってる人からしたらそれはできない、それはしないよね、犬が怖いっていう風に感じるから、うん、そういう過去の体験っていうものによって人間の頭の中にいろんな、まあここでは統一してプログラムという表現をするけど、プログラムが作られている。でこれが人によって当たり前だけど違う、育った環境も得た体験も違うし、そういう作られた信念も違うし、で行動も違うから、今回はその頭の中のプログラムにどういうふうにアプローチするといいだろうかっていうことを、まあ、中級編で考えるんだけど、人の頭の中覗けないやんね。で過去の体験がどんなことがあったかっていうのは想像でしかないやんね。で今置かれてる状況も、完全には把握できないから、その人にどういうふうなことを言ったらどんなプログラムが発動してどんなリアクションをするかっていうのは本当にこれ書けないで、だからみんな無難に、自分は本当はこういうふうに喋っているんだけど、普段はなんかこうかしこまって肩をこうすぼめて、お客様なんとかでございますかみたいな極端し、こういう喋り方をする営業マンが多いのは無難だからね。じゃあそのプログラムにどういうふうにアプローチするかっていうのは、これもチャレンジっていう言葉一点につけないで、怒られるかもしれんけどチャレンジするねんて、プログラムにこれリフレーミングっていうテクニックになる。頭の中のプログラムにフレームがかかってるよね。このフレームをリフレームのリはリサイクルとか、リトライのリだから、再び再度かけ直すっていうことで、
もう私はこうなんだ、こう思ってんだ、今こんな状況なのでうわーって思ってたりとか、あの良くも悪くもそういう型にはまってる人のフレームを、いやこういうこともこういう風にも捉えられますよねっていう新しい概念というかフレームを与えることで、あそうだわみたいないう風にハッとさせるっていうのがリフレーミングっていうテクニックになるんだけど、これはもう完全にチャレンジなんで、フレーム、その人が言ってるフレームの中で、私ちょっとあのお父さん認知症になっちゃってもう本当に日々辛いのよねって言ってる人に対して、これがもうその人のフレームやね。でこれをあのそうですかお辛いですねって寄り添ってあげれば、もうフレームの中で完結するから、これリスクを犯さなくてできるコミュニケーションで、しかもなんか、あ寄り添ってもらえたっていう安心感も出るから、ねぎらうっていうのはあのフレームの中でその人とこう寄り添えるパターン、これはこれで一つ成立するやり方で、橋もあの会ったことある利用者さんの家なんだけど、急にお父さん容体悪くなって救急搬送されて、多分もうちょっと明日がや今日が山ですみたいなこと言われて、でお母さんも一回お父さんの死を覚悟して、でもうダメやわっていう電話が僕にもかかってきて、で年末結構バタバタっと引き上げたんでベッドとか一式で、あのこのじゃあ病院でお亡くなりかなっていうパターンかと思ったら奇跡の復活を遂げて、でも家ではちょっと見えれない状態だから、あの施設に入ることだったよね。で施設に移動して、そこで久しぶりですって会う時にご主人あの完全に繋がれとったんで、胃ろうだったし酸素もだし、でも生きながらえててるんで、ちょっと意識もあって暴れてん、あの苦しいから、ね、でも意思疎通ができない状態で、でちょっと、まあ、施設の人も手を焼いてるような状況で、でご主人苦しそうだし、で奥さんがその姿を見て、あのケアマネさんとか僕らに言ったのが、あの時あの、まあ、お父さんに少しでも生きとってほしかったからっていう判断で、死なせるわけにいかないから、いろいろつないだり、ね、作ったりする手術を全部同意します同意しますって言っちゃったがゆえに、こんなあの苦しいお父さんをこれから見なきゃいけない、あの本当になんかお父さんに申し訳ないって言って泣き崩れとったんだよお母さんが。俺もう何にも言えんくてさ、それ見て、だけどそのケアマネさんはめっちゃチャレンジでぶっこんだって、俺すげえなと思うんだけど、いやそれはあのお母さん、あのお父さんともう一回ゆっくり向き合う時間を得たってことですよ、だからこれからいっぱい話しましょうよって言ったんで、で俺すげえなと思って、そしたらあのお母さん本当あのそうだわそうだわって言って前向きに行かなきゃって言ってパーンと切り替わって、すごい、もうあのアンナも泣き崩れ、もう大変なことをしてしまったみたいな、罪を犯してしまったみたいな状態だったお母さんが、そうよね、あのお父さんのためにまだ頑張らなあかんねっていうふうに、もう本当その言葉から意識をパーンって変えたんで、これものすごい強烈なリフレーミングやったなと思って、俺も結構感動してさ、っていうくらいちょっとリスクがあるよ、あの表現なんだけど、言い方間違うとやっちゃうんだけど、これは完全にうまくいったパターンね。でもこういうあの今のはすごく極端な強いあのリフレーミングの例なんだけど、日々の中で結構無難に、まあその人のフレームに沿った形でまあまあねぎらったり、あの寄り添った体でコミュニケーション取ってれば事なかれではいくんだけど、あの大きなうねりは起こらない、だからあの相手の印象にも残らない、まあだから覚えてはもらえないっていう路線で行ってもいいけど、せっかく人と人との付き合いで特にこう営業マンっていうのを覚えてもらって印象に残ってなんぼっていうところで行くなら、あのやっぱりチャレンジしたかなあかんないね、コミュニケーションは。その人のプログ持ってるプログラムをなんとなく想像して、これを言ったらひょっとしたらちょっと悲しませてしまうかもしれないけど、僕は そう思ったっていうことを伝えてみようってい いうチャレンジをしてみるのは、あのコミュニケーションの、まあ、上級編か上級編かもしれないけど中級編かな上級編はね、ちょっとこれにあのさっきのリフレーミングのちょっとネタバラシっていうか、あのちょっとそれをもう少し因数分解すると、実はこういうテクニックを使っているというのがあって、これが上級編なんで、今のリフレーミングがすごい上級編のテクニックなんだけど、あのリフレーミングっていうことは別に難しいことじゃなくて、私は神経質だっていう人は神経質だけど、でも細かいことに目がいくとか、その人が思っている悪いと思っているところをいい風に捉える、そう捉える、そうする、
っていう風に置き換えるってことがで言うと結構身近に簡単にできることだよね。いや私おちょこちょいだからって言って、いやおちょこちょいってことは行動がパパッとこうすぐできる人だからおちょこちょいで失敗するわけだから、結構ねそういう積極的な人なんですねって返してあげれば、実はあそうそう私結構積極的でねって言って、あのそうそうそう私結構いいんでそういうところあるんだよねって陽気になったりとかする人もいるし、うん、そういう風になるのかどうなのかっていうのも、いや僕はちょっとチャレンジしてみたいというのは、リフレーミング意識するというといいかなっていう話を中級編でしてみたくて話をしてみました。わかる？これあの自分の語彙力も結構、あそうそうそれで、ね、そう語彙力もそうやし、うん、その場でとっさに出る思考力というか、うんうんうん、そういうのも大事ですと、自分もそれなりにそういう現場を踏んでない、現場とかのその経験を積んでないと、ハッシーだったら例えばお父さんご病気されたっていう経験があったりする、ね、そこに沿って何かそれに近しい出来事に対して、いや僕はこういう経験した時にこういうふうに考えたんですよねっていうことがもし言えて、それがその人のリフレーミングになるんだったら、あのチャレンジしてみることができるよね。結局同じ体験をしたから、ああそうですよね、こんな感じですよねって同調はしたことあるんですけど、さらにそこからってのはないです、ね、そう僕がそこで見出した何かっていうものがあるんだとしたら、それはリフレーミングチャレンジに値するかもしれないね、うん、みんな言わないだけで辛い経験してるしさ、人に言えない恥ずかしい思いもしてるから、なんかそれを自分なりに咀嚼したものが自分のその引き出しにあれば、その人のフレームを外すのに、あれ鍵になるかもしれないっていう風になることがねて、もう一個あの同じ木山根さんだけど、あのその人すごくリフレーミング上手な人なんだけど、あの結構昔の話で虐待をしているか結構あの大変な家庭があったねて、あの母と子でお母さんも認知症と、もう本当に体の講習が始まってて、言うこと聞いてくれないっていうか、あの娘さんがもう本当にストレスを抱えながら介護をもうほぼ全解除状態でしてるっていう、でいろんなじゃあデイサービスも毎日行こうかとかショートステイ行こうかっていうのもあの無理やったんで、娘さんはでお母さんは私が見たい見るんだっていうすごくこう思い込んでて、だけどお母さん言うこと聞かないというか、うまく自分ができないからコントロール効かないから手が出ちゃった、ちょっとあざが出てたり来たりしてて、その木山さんが何と言ったかだけど、娘さんに、娘さんとお母さんのことが大好きなんですねって言ったんやって、うん、そこまでお母さんのことを大事にしてるんですねって言って、愛するがゆえの行動やね、手が出るっていうのも、だってそもそも放棄すればっていう選択肢もあるわけだからさ、あの施設とかショートステイをもっと使うとかっていう選択肢があるのに、それをしないってことはお母さんを大事に思ってて好きですけど仕方がないから、やってるのにうまくいかないから手が出るっていうことだから、そこを気づかせるっていうリフレーム内で、でそしたら その時も表情変わったもん、あそうだ私は母のことを大事に思ってるんだ、愛してたんだっていうので、すごい顔が変わった瞬間があってさ、すっげえと思ったよ俺は。でもこれでもそれが、ま、結構5年くらい前の体験なんだけど、この体験からそのパターンっていうのは僕の中で一つできたんで、あこれ裏返しなんだっていう、うん、でそこまでこうなんか辛辣な場面っていうのはなかなかないけど、うん、とちょっと夫婦仲がここ最近良くないというか、いがみ合ってるみたいな場面なんかで、本当に言うこといけへんお父さんとか、もうこんなに私やってんのにみたいな、お前うるさいんだみたいなことを言ってる時に、お互いが大事に思い合ってるからこういうことになるんですよねって言うと、なんかちょっとね、なんかふわっとこうね、笑いは起こらないけど、ふわっとそれで空気はちょっと変わるんで、みんななんかちょっと、ああ、喧嘩始まったってなんかなるよね。はい、これがふわっとならないんで、大事に思ってるがゆえの喧嘩ですよねって、ちょっと茶化しにはな、茶化しというか、ちょっとフレームをちょっと僕ずらしにかかるみたいなで、うまくいくことで、まあまあ体験が、いい体験があって、僕の一つのこう、鉄板の、リフレーミングのパターンなんだけど、それはその木山さんが教わったね。うん。で、まあ、例えばこういうパターンっていうのも話し合ったからキリがないくらいいろんなパターンあるけど、うん。まあ、とにかくコミュニケーションというのは、まあ、無難に過ごすなり寄り添ってねぎらっていけば、まあ、いい子だねっていうふうにはなるけど、あの子本当にね、
のおかげでなんかちょっと気が晴れたとか、あの印象残ってるわっていうふうに思ってもらうところに行くならチャレンジするしかないんで、怒らしたらあかんけど、決して怒らしたらあかんけど、怒らしてもいいっていうちょっと腹を持ってチャレンジするっていうくらい、その人のフレームにぶつかっていくっていうのが、まあ、中級編的な。インプットは心地よく、その人のプログラムを読みつつ、あのこの人のちょっとここに刺してみようっていうのをチャレンジするのがリフレーミングっていうことでした。そうするとあのその人のリアクションがもしかしたら変わるかもしれない。これができたらコミュニケーション達人だね。